皆様おはようございます。ご指名をいただきましたので、市政同志会201号の中原美玲です、冒頭に3月1日の交通事故により怪我をされた児童ご家族の皆様へお見舞い申し上げます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。当日議員全員協議会での説明や被害者への対応などできることは、行政としてしたと思いますが、3月1日の職員の交通事故に関して行政側から市民への明確な説明と謝罪がないとの市民の声が寄せられています。私自身も車を運転する立場にあり、また会社では安全運転管理者として社員の交通安全に関する指導と教育をする立場にあります。そのような中で何らかの形で市民や怪我をされた子どもたちへの謝罪と説明の機会を設けるべきだと市民からの声が寄せられました。市としての対応と説明があれば、この機会に市民に対しての対応をお願いいたします。また職員に対する安全意識、教育と徹底をしてほしいものです、今回のこの事故に対する検証を十分した上で職員教育をお願いいたします。それでは一般質問に入ります。毎日のように報道される児童虐待、高齢者介護による家庭家族崩壊のニュース、これらの問題が身近で起きないように地域や市民の負担を軽減する配慮が必要だと思います。まず市民生活に関わるいくつかの質問をいたします。相馬の障害者共同作業所の閉鎖により、現在の利用者の待遇面で変わりはありますか。次に塩尻市の消費生活センターの相談状況についてどのようになっていますか。昨年度とから2年目の今年とでは件数の推移はどのようになっていますか。何回か提案してきましたが、ようやく地域振興バスの回数券が導入されました。病院に行った帰りに買い物をしたり、複数の病院にかかった場合、1日乗車券があれば都合がいいとの声がありますが、導入はできないものでしょうか。年金生活で近くに医療機関や商店のない地域にとっては負担は大きいと思います。平成27年度特殊詐欺被害が塩尻市は県内で特別に多かったということですが、何か原因はありますか。小中学校の児童生徒の歯科検診で虫歯があった児童生徒の状況、また歯科検診結果から治療の状況についてもお答えください。昨年12月の代表質問でも取り上げましたが、子育て世帯へのより一層きめ細かな支援により、子育てしたくなる町日本を目指して定住促進について、有料農地と宅地開発と土地利用計画について、1市街化調整区域の制限について、2どのような条件で市街化編入できるのか、地域ブランドの新たな方向での検討はしていますか、銀座長野や中京圏での PR は PR 活動は塩尻の知名度アップにつながっていると思いますが、販路拡大の成果は見えていますでしょうか。ワインセットやワインを使ったお菓子、塩尻らしいお土産になる新商品の開発はありますか。子どもがいる家庭にも持っていかれる塩尻特産のお菓子などの開発は研究していますか。塩尻市には多くの国の有形文化財がありますが、有効活用についてどのようにお考えでしょうか。以上で1回目の質問を終わります。